まあ、コンディションとか参加して2週目に入ってます、はい、どうですか？コンディションはまだまだ4ヶ月ぐらい空いてたのでコンディションはまだちょっと上がってないんですけど、まあ、やっとチームの練習に合流できたのが良かったかな。そうですね、リハビリの時も走ってたんですけど、実際にボール使う練習に入ると結構強度高くて、はい、まだまだそうですね、体力もついていきつけていかないとかな。1ヶ月空いてるんで結構ボールフィーディングとかパスの精度とかパスのスピードとかもかなり落ちてるので、そこは少しずつパフォーマンス上げていかないとなと思います。筋力も落ちてるんで、まあ、筋力の部分とあとはボールフィーリングの感覚的な部分戻していかないといけないなと思います。2ヶ月いかないぐらいでボール蹴ってたと思うんですけど、でもまあなんか軽く動かないパスとか2ヶ月いかないぐらいで多分蹴ってたと思います。で、はい、1回復帰したんですけどまた違う場所に来てしまった。あ、そうなんですか。はい、それで少し遅れてしまったんですけど、そのところは順調です。下のジムでトレーニングしてるときは特にボール蹴りたいとかそこまで思わないんですけど、やっぱ上に上がってきて、はい、いざみんなの練習見てるとやっぱりボール蹴りたい気持ちが出て、その気持ちありました。僕初めてこんな長い時間ボール蹴らなかったりプレーできなかったので、やっぱりそれがすごく身に染みて感じます。で、実際に今2週目ですけど毎日楽しいです、はい、1ヶ月弱ぐらいで長野戦があるんですけど、そこまでに間に合うと思うので、体力のところだったりボールフィーリングだったりコンディションの部分パフォーマンス上げていけば長野戦でプレーできると思います。そうですね、結構このプレーできなかった期間でなんかいろんなカルビアの試合だったり前振りはもちろんなんですけど見る機会が多くなって、全選手そうだと思うんですけど試合が一番楽しいと思って長野戦は特にワクワクしてます。不安な部分はやっぱりこう怪我の仕方が接触での怪我だったんで、接触するっていうところの少しですけど恐怖感っていうのはまだあるので、球際のところでガチャンってなったりとかはやっぱりこう自分が譲っちゃったりとかする部分もこの2週間弱であったので、そこに対する克服というかはしないといけないのと、あと1ヶ月弱でしっかり本来のパフォーマンスを出せるような体作りだったりコンディションを上げて、まあ、本来というよりもそれ以上のものを出せるようにトレーニングしていかないといけない。ファンサポーターの皆さんいつも応援ありがとうございます。球団前のゲームは、僕自身、怪我をしてしまって試合も出れなかったのもありますし、なかなか、チームとしても、勝利をすることが難しかったんですけど、今みんなで、中断明けの、長野戦に向けて一生懸命トレーニングして、そこの勝ち点3を取るっていうことだけに集中して、トレーニングしているので、ぜひ、勝利を期待してください。そしてこれからも応援よろしくお願いします。